お待たせしました。まちゃちゃんね。さあ、受けてきました。第342回トイック公開テストですね。いやー、リスニングがかなり難しかったと思いますね。リスニングのこのレベルがドンと上がってる感じですね、最近。なんか、一個一個で超絶難しいっていうのはそんなないんですけど、全体的にもうレベルが底上げされてるっていう感じでしたね。まあ、どうだったのかいろいろ話していきたいと思いますが、まあ、今回はね、まあ、何回か行ったことある会場だったんですけど、そこで一番上だったんで、うわーって思ってね、これは嫌だなと思って、その一番上で、一番端の教室でね、一番遠いんですよ、出口まで。で、その中で部屋がまあ、ね、入り口が前と後ろにあるんですけど、その部屋のね。で、一番出口から遠いとこの真ん中。だから前から出るのにも後ろから出るにも一番遠いっていうね。はい。そこだったんで、うわぁ、もうやだよ、最悪だって思ったんですが、一番最後に出ると思ってたら、違った。まあ、時差体質なかったんで、あ、もう今時差体質やんないんだっていうのも分かったんですけど、何があったかっていうと、受験中にですね、携帯が鳴りました。はい。まあ、同じね、部屋の人だったら、わかると思いますが、あんだけたくさんいましたから、100人以上の部屋で、はい、なって、で、そう、リーディング中だったんで、これで試験に支障をきたした方って言って、試験官が。で、手を挙げた人がいて、その人って、僕らが全員退出した後に、やるんですよ。だから、その方は最後まで残ってやったんでしょうね。まあ、ちょっと気になりました。だいぶ長かったんで、確かに。でももう早く帰りたいと思ったんで、はい。僕は出ましたけど、何も言わずに。うん。結構長い時間になってたね、携帯電話。ダメですわ、携帯電話は鳴らしちゃ。申し訳ございませんでしたって、その試験運営の人が謝ってたけど、いや、あなたが謝る必要ないよと思いながら、ね、鳴らした人が悪いと思って聞いてましたけど、はい。じゃあ、どうだったのかですね。はい。リスニング鳴らなくて本当良かったですよ。あ、さらに地震もあったからさ、怖いよね。だから地震があった場合などは、中断する可能性がありますってアナウンス流れてるからさ、うわ、中断したらどうしようとか思ったんですけど、はい、なんとかなりました。では、感想ですね。パート1ですね。まあ、ややなんですかね。パート1がまあ、最近は一番レベルが上がったと言われていますが、僕のフォームはヘアカットフォームですけど、はい、いや、レベル上がったと思いますよ、だいぶね。まあ、消去法使えば解けるとは思うんですけど、まあ、むずいんじゃない?2つぐらい多分解けないというか、積極法で解くのは難しい問題があったと思いますよ。こんな表現出るんだ。まあ、トイックマニアの人とかだったら知ってるかもしれないですけどね。初受験の人にはきつかった。でしょうね。まあ、やっぱパート1が最近も一番難しくなった。はい。レベルが上がったとこだと思います。パート2、まあ、ややなんですかね。やっぱ変化球がなかなか厳しいよね。うわーこんなの効いてくんだって思ったのがやっぱいくつもあって、場面を思い浮かべるのが大変だと思います。で、イギリス人がまあね、イギリス人女性なんですけど、聞きづらいっていうんですけど、3回連続出てきたよね。なんかこの最後の方だっけ、この列のね、列の最後のところ、7、8、9、10の、あの、8、9、10かな。そのところ。だから、何番 ?30、だから28、29、30か。のところにさ、なんか3回連続で登場したよね。で、うわ、厄介、聞きづらい人で、しかも難しいとこに当ててきたと思ってさ、厄介だったと思いますね。はい。まあ、できたと思うけど、ってちょっと思った。あ、そんなに、そんなに行間開けてくると思ってね。はい。で、パート3、4、これもややなんです。そう、だから今回僕としては、リスニング全部ややな。はい。やっぱり場面が思い浮かばないだろうね。想像しづらいよ。ってなっちゃうと思いますね。はい。これってどれが正解なのって思った人いっぱいいると思います。まあ言い換え表現も厄介だったし、まあやっぱり場面ですね。場面が思い浮かびづらい。でいて、まあ答えの根拠となる単語は、まあ結構難しいやつは言い換えてくれたりとか、ヒントをもう一個言ってくれたりは多いなと思ったんですけど、それでもやっぱ難しい。単語のレベルが上がってる。とにかく場面が浮かばない。そこが厄介だったと思いますね。で、パート4かな?どっちかな?の、そこの、グラフィックか。グラフィック問題もいいえ、みたいなね。こんなの出してくんだ。まあ、グラフィック出てきた時に、どうやってこれやるんだよ。あ、まあ、靴のやつですけど、靴の特徴とか、こんなにたくさん靴が並んでて、どうやってやるんだよって思ったらね。あ、そう起きたか、みたいなね。さらりと言ったりしたりのもあったんでね。厄介だったと思いますね。うん。だから、リスニングの全体的レベルが高い回ですね。はい。だから、超難っていうのはなかったけど、その代わり、普通の受験者からしたら、まあ、今までの中で最難かもしれないなと思いましたね。
で、パート5。パート5が多分、まあ、ここ1年とか合わせた中でも一番優しいかな。やや優しいとしておきましょう。特に語彙も文法もそんなに難しいのがなかったと思いますけどね。一個、あ、これちょっと厄介なやつだなって思ったのがあったんですけど、それ気づいたかわかんないですけどね。はい。まあ、これは悩む人がいるだろうなと思いました。で、パート6がややなんですけど、同じ形です。一番難しかった問題、このリーディングの中で最も難しかった問題が、そのパート5の答えと同じ形。問われてる箇所は違うんですよ。問われてる箇所は違うけど、全く同じ形だったよね、あれね。違いましたっけ？はい。文法事項はもしかしたら違うかもしんないけど、同じようなやつだよね、本当に。動詞がどういう形になるかっていうやつなんですけど、他のね、形も正解になるんですよ。そいつはいなかったんですよ、選択肢。自分の中で、あ、こいつが正解だろうなって思ったやつが選択肢いなかった。なんで、あー、なるほどねって思って。これはでもね、めちゃめちゃ引っかかる人が多かったと思いますね。いやいや、らしい問題だなと思った。で、もう一個難しいのがあって、パート6。で、文相にももう一個難しかったんで、だから3問むずいなと思ったんで、厄介ですね。まあ、いくらね、寝不足でこう、すごい眠い中受けてたからといって、それを加味したとしても難しい。あー、やべえな、これって思いましたからね。何回か読み直しましたよ、だから。で、パート7はまあ、ややなんかな。まあ、後ろの方はね、分量が多かったんだけど、そこまで困んなかった。でもね、初っ端からやっぱり場面が浮かびづらいのが、ドカドカドカっと出てきてたんで、うわぁ、結構厄介だなと思いましたね。やっぱ、まあ、皆さんが知らないだろうなっていう単語もいくつもありました。ほいほいほい出てきて、ああ、はいはい、こんな単語入れてくんだ、ここにって思ってね。でも、わかんなくても、推測できるのが多かった。うん、これは、さっきのね、リスニングの時もそうだったんだけど、別の表現で言い換えてたりとかして、あ、言ってくれんだわざわざと思ってさ、言わなくていいよと思ったんだけどねそれ言っちゃったらバレちゃうよと思いながら、はい、っていうのもあったんですけど、何箇所もあった、そういうのが、あ、こういう風に意識してんだな、難語、難しい語っていうのは後ろで説明してくれること多いんだなっていうのが今回思った感想ですね。で、ダブルトリプルは分量が多かったね、トリプルパッセージとか。でもやっぱね、読まなくていいとこはすごく多くて、で、あとはいわゆる予想通りにことが運んだ、うん、多分これが答えに関わるだろうな。もうだから読まないで次の、はい、パッセージ、こう、まあ、トリプルがあったとしてね、3つあったとして、1個目ここだけでもう答えてるじゃんって言って飛ばして、あー、2個目、はいはいはい、で3個目行って、あ、もうこことここだいぶ読んでないなって思ったら、やっぱり照らし合わせで問われてたっていうので、で、どうせこれが正解でしょって言って見に行くと、はい、ほらやっぱりねっていうので、予想が的中したものばっかりだった、うん、なんか簡単だなこれはと思いましたけど、さあ、そんな中最後のね10問、どれが一番多かったのか気になってるんじゃないですか。またよく質問で来るけど、一番多かったのは D、 ABCD の D、はい、D が4つ、あとは222だから変わんない、はい、ということで D だけが多くて、あとは同じ均等でした。はい、まあ多分時間は結構余ったと思うんで、5、6見直せてたんで、私時計持ってかないですから、一生懸命頑張れば教室だったんで時計見えると思うんですけど、だいぶ遠かったん で自分は出口から一番遠いとこじゃないですか。で、出口の横にあったんでね、時計ね、はい、だからだいぶ遠くて見えなかったですけど、まあそんな感じでしたね。はい、受けた皆さんどうだったですか。ぜひともね、感想をお聞かせいただければと思います。はい、いや、むずくなってると思うよ、うん、いやー、こんなにトイックって難しくなるんだなーと思って、だね、はい、まあいろいろね、新しい参考書とかも出ているんで、これからいろいろ分析して、やっていきたいと思います。そして、そうですね、僕のこのチャンネル登録、ね、初めて見る方は高評価、チャンネル登録を忘れずに、そして、メンバーシップレベル2では、はい、トイック授業をやっておりますので、そちらも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。